出るときにレッスンバッグをね作ってあげようと思うので、ユザー屋に行ってきます。安いのを理由にね、全く作ってなかったんですよ。だから今回はね、サプライズで作ってあげようかなと思います。かわいいな。最近ね、ネキはね、可愛い系よりもね、お姉さんっぽいのが好きだからね、ちょっと大人っぽい感じにしたいんだよな。これかな、これにしよう。じゃーん、できました。結構時間かかりました。今1時間半ぐらいかかっちゃった。じゃあ2人が帰ってきたら渡そうと思います。喜んでくれるといいな。よいしょ。何のご用でしょうか。ちょっとね、渡したいものがあるんだ。ちょっとそこで待って。うん、目つぶってね。はいはい、見ないでね。うん、いいよ。ん、じゃん。え、なにこれ。え、なに、手下げ。わー、ありがとう。作ったの。すごーどう、完璧完璧ちょっとさ、ちょっと曲がってるんだけど、これはこれで可愛いよね。うん、ね、図書カードかと思った期待外れだった。図書カード欲しいんだもんね。うんすごいでしょ。うん、初めて作った。大変だった。うん、いや楽しかった。結構ミシン、なんかちょっとお姉さんっぽい柄にしてよ。うん、花。そう、花よかったら使ってください。うん、わかったこれ、防災頭巾似合ってるよ。この防災頭巾、ママが作ってくれた手下げです。金曜日に使う。イエーイ、よかった。
じゃあ練習頑張って。うん。バイバーイ。鶏肉。キキ。うん。ちょっと渡したいものがあるんだけどさ、今持ってきていい？うん。いい？ちょっと待ってて。メキューブ。とりあえず持ってて。いい？開けるのよ。この柄とかどう？色とか。かわいい。かわいい？よかった。どうやって作ったの？え、なんで作ったってわかんない？え？なんで作ったってわかんない？え？だってママのだから。あ、そう作ったんだ、実は。え、どうやって作ったの？え、ミシンでガタ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 って。気をつけてるから。気に入ってくれた？うん。よかった。すごいよ、胡椒が。黒いつぶつぶ、アリさんみたいなやついてる。無事喜んでもらいました。イエーイ。花？え？花？そう、花。それどうやって柄作ったの？なんか柄作ったんじゃなくて、これ湯沢屋で買ってきた。こういう布、超いっぱいあって、超いっぱいあってさ、何にしようかな、どの色にしようかなと思って悩んで、ちょっと渋い紫とピンクにしよう。どう？せーの、バイバーイ。うわ、ありがとう。どういたしまして。おい、ゴー。このポテチ美味しいの？うん。結構辛くない？うん。